質問し、どうもどうも。2021プレミアリーグ順位答え合わせ。はい、ということで2021プレミアリーグも無事終了しまして、はい、順位表も、つか順位もね、はい、決まったわけなんですけれども、覚えていますか、開幕前日第1回プレミアリーグ順位予想をやりまして、はい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 、で、多分4節終わって移籍市場が終了した段階で改訂版第2回プレミアリーグ順位予想をしたんですよ、はいはい、それを答え合わせしていきましょうと、うん、その時我々どう思ったのかちょっと順位見直しつつ、あと過去の動画見てこう理由とかをね、あーちょっと聞いてみたいですね、あったの過去の我々と対談しました、結果的にですね、今回はちょっと白黒つけたいなと思っております。予想順位、実際の順位、はい、何ポイント離れてるかを、なるほど、計算し終わっております。まあそれだけではなく一致ボーナス、順位がピタリ一致してるのか何個あるのか、あんのそこをですね、俺1個もないと思ってんだけど、これがですね、結構あるんですよ。マジか、結構あるんですよ。見たのよ、マジマジ。見たんだけど、まあ第1回第2回と我々がどこで当たってるのかをこの動画でちょっと振り返っていこうかなと思っております。お願いします。行きましょう、レッツゴー。今回ポイントなんですけれども、はい、順位のズレで換算しますと。例えばですね、伊藤さんは、2位にリバプール予想して、うん、実際は3位だったので、うん、ここで1ポイント増えますと、はい、いった感じで実際の順位とのズレでポイントが増していきます。なるほど。で、1ボーナスは2点です、1個。2点引かれる、はい、まあ。ポイント数が少ない方が勝利ですね。はい、ということで、うん、またですね、うん、第1回伊藤さんのですね、順位予想見ていきましょう。はい、こちらです、ババン、1位シティ、2位リバプール、3位チェルシー、4位トッテナム、5位ユナイテッド、ウルブス、アーセナル、レスター、エバートン、で、ボトム10に繋がるっていう形なんですけど、はい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 、どうですか、覚えてますか。覚えてる。わ、俺チャットシティ1位にしてんじゃん。そうなんですよ。えらい、えらい。もう当時何言ってたか、はい、見ていきますか。はい、1位シティに関して、うん、彼はですね、正直シティとリバプールはどっちもあり得ると、はい、どっちかが優勝するんじゃないかと、はいはいはい、ただ、あの主力の怪我、リバプールは昨シーズン できすぎだったと、うん、できすぎかつモチベの維持から、うん、シティなんじゃないかなと。結構そうなこと言ってたよ。結構まとまってたんですよね、これ。で、3位、チェルシーに関してですね。優勝するには、うん、今シーズン勝ち点90以上が絶対必須であると。はいはい、で90以上のデッドヒートになる。うん、なった時に、チェルシーは、そこ行けるかどうか分かんないから、マックス3位だったと。あ、彼というか、伊藤は、ね。まあまあまあ。言ってて。全体的にはですけど、伊藤さんはですね、今シーズン、うん、あ、まあ、この2021を、熱い戦いになると。視点的にも。と予想してたんですよね。熱いっちゃ熱いんじゃね。まあそうだね。ユナイテッドは、はい、確か、なんだかんだこんぐらいじゃねみたいなこと言ってた気がするんだよね。はい、ユナイテッドに関してですね、あなたはですね、スールシャイルに2個の戦いは乗り切れない。いや、まあ、早々に1個捨ててくから。確かにな。そう、乗り切れなかった。乗り切れなかった結果だから。確かにな。で、冬に怪我に多発で終わると。ああ、それは当たらなかったな。はい。あと4位取ってたんで、ちょっと取れなかったんですけれど、怪我さえなければ勝ち点80超えそう。モウ2年目は、モウリーの2年目は脅威。モウリーでいなくなっちゃったね。そして結構離れてるんで、ウルブスが。ねえ。そうなんですよ、6位予想で、あなたは。結果何位でしたっけ13位。3位か。はい。あなたは一言言いました。ウルブスは強い。いや、強かったよ。よかったよ、タコは。この時期でやったら、ね、みんな似たようなこと言うと思う。言うと思う、6位でもおかしくないんじゃないかな。そうですね。そして7位、はい、アーサル。補強が進んだらわかんない。まだこの時補強が。そうね、してなかったからね。はい。ただ、ビッグシックスから外れるとしたら、アースだね。当たってる、当たってる。まあ、面白いので言うと、ビラが19位予想。いやいや、無理だろう、こんな。だって、残留争い5でしたからね、ビラなんて。はい、彼はですね、空前の灯火と言いました。いや、わかんねえもんだな、未来はな。そうなんですよ。てな感じで、結果を見ていきましょう。はいはいはい。はい、一致チームですね、うん、4つございます。1位シティ、はい、14位パレス15位セインツ、おお、で18位フラム、この4つ正解でございます。なんかそこら辺はもう適当感あるなでもマイナスより8点引かれます。はいはい、結果的にですね、うん、純粋なズレでいったら、うん、ポイント62マイナス8で結果54ポイントと。54ポイントですか。はい、これが指標になってきます。はいはい、わかりました。てな感じでございますと。続きましてですね、はい、1回目の私の、はい、見ていただきましょう。こちらです、ドン。私も1位シティ予想してました。はい、シティ、私はですね、はい、今年は、うん、
伊藤さんは結構こうまだ90ぐらい行くんじゃないかって言ったんですけど、私は今季絶対ドロドロになるこの時点で言ってました。結構すごいです。結構言ってるね。で、グダグダの年、大抵シティと。もう予想完全じゃない、完全的中で私シティが2位にチェルシーを取るんですけれども、はい、ここはですね、優勝ありかと思うんだけど、まあ補強のしすぎでまとまんないんじゃないかなと。ただ2位か俺混戦になると予想して、はあはあはあ、じゃあチェルシーを2位に置いたというところで、連れてきました。なるほど。3位リバプールに関してですね、リバプールは、今季は落ちるんじゃないかと。4位アーセナル、私4位に入れております。おごってんね。やめとけ。理由としてですね、グーナーとして入れずしてどうするの。いやまあ。ありまして、ただですね、まああの時ほとんどまあ素晴らしく FA カップ優勝で終わって、そうね、守備も硬くなったし、まあアルツならやってくれるんじゃないでしょうかといったところで4位予想しております。なるほど。まあ実際この時の期待感は否定はできないと思いますよ。そうですね。うん、まあ開幕から立ち上がりもね悪くなかった。そう悪くなかったし。あるんじゃないかって思ったけど。そうそうそう。まあもう言うな。みんなまで言うな。はい、ということで5位がユナイテッドでございますね。ああ、お前もユナイテッドが5位なんだ。そう、5位なんですよ。1名持つとは思えない、うん、ツールシャールがローテできんのと、いつかガタ来るぜと。まあ、ローテしなかったけど、しなかったけどガタが来なかった。こういう形で裏切ってくるとって感じでね。はい、他にもですね、うん、6位スパーズ、理由はですね、スパーズだからと。思考放棄してた俺な。この辺まで結構、まあ、ビッグシックスが全部上に、ね、そう、俺は揃ってくるんじゃないかな。7位にウルブス、俺も結構ウルブス高めに入れて、いいんだね、そうそうそう、ルスターと迷ったけどウルブスのが上に行きそうと。9位はですね、うん、リーズは強い、はい、だが9位がマックスと。おお、ここをピタリやってます私。すごいすごい。10位エバートン、これもすごいでしょ、うん、補強は凄まじい、うん、ただいくらメンツ揃うが、うん、なんだかんだ注意。これも理由が理由じゃねえんだよな。そうですけど、なんか13位ギラ、あ、本当だ、はい、で結果11位だったんですけれども、うん、エミマルが移籍するからと。まだ決まってなかったね、この時。そうね、そう、決まってなかったよ、まあ、ほぼ当確戦場で。そうそうそう、まあ、結果は出ましたね、エミマルも、ね、もっと上いったもん、もっと上だもんね。そう、これびっくりだし、そう、ね、あとですね、まあ、一番揉めるのはここですかね、18位ウェストハム、プレミアね知ってる方は分かると思うんですけど、はい、めちゃくちゃ揉めてたんですよ。補強も唯一ゼロだったんですよ、この時、ね、ウェストハム。そうで、ディアンガダ剣とかで揉めて、うん、まあ、結果18位ぐらいなんじゃない、怖くすんじゃないかと思ってましたけど、あとはいや、モイズはないと。いやー、ね、におっしゃったね。ただお前17位だから。そのちょっとそうそうそう。てな感じですね、結果発表していきます。はい、1クラブですね、7つあります。え、シティ、リバプール、リーズ、エバートン、ニューカッセル、セインツ、ウエストブロム、正解させております。素の順位ポイント、はい、素内心がですね、50なんですよ。はい、引く14なんで、私36ポイント、俺が54だもんね。相当だから、ファーストランダーは私の勝利だ。20ポイントはあるけど。やばいな、こっからです。そうですね、我々改訂版、改訂版はっちゃけすぎです。ということで、続いて改訂版見ていきましょう。はい、レッツゴー。続いて改訂版ですね、うん、まず伊藤さんの順位予想見ていきましょう、はいはい、こちらです。1位エバートン。これですよ。やってましたね、そんなことあるとね。いやね、強かったんだもん。間違いに強かった。はい、当時あなたはこう言ってましたね、点取れるクラブは強い、月間 MVP 出るクラブは強い。ただはっきり言うと1位レベルはいないと。あとはですね、4位にあなたアーサル今回入れてるんです。はい、あなたはですね、はい、アーサルは一番硬い試合ができる硬い試合ができるチーム、つまり4位以上である。硬くなかったなぁ。悲しいよ俺は。いや、硬かった、ある意味硬かったけどね。そう、で結果的に言われていれば、うん、リーグで失点数3番目なんですね。そうだ、硬いっちゃ硬いんだよね。硬い、それ以上に点取れなかったっていうのは。そうそうそう、エバートンもね、点取れるクラブ強いって言ってますけど、うん、結果的に得失点差マイナスですから。9位にリラ、グッと前は上げてますね。あー、多分この頃からヤバかったんだ。そう、ヤバかった。だってリバプール7-2とか。あー、もうやってんのか。やってます。あー、で、理由は今強い。バカかお前は。リハはバカなのかお前は。そしてですね、9位にユナイテッド入れます。スールシャルで行くならこの位置。結構ユナイテッドキーマーなんですよね。いやこれごめんなさいだね。ごめんなさい。てな感じでですね、はい、結果的にですね、あなた5クラブ一致してます。僕らで一致しております。そこでマイナス10ポイント、はいはいはい、ただですね、ソナイシン驚異の44、マイナス10で34なんですよ。私さっき36なので、今んとこ一番近づいてると。改正版がしっかり反省が生きてると。シティを信じきれなかったのが気がかりだな。そうですね、ここもな、悲しい、ちょっと悲しいな。
まして、ね、最後ですね、はい、私の改訂版の新予想を見ていきましょう。こちらです、ダダン。はい、私はリバプールを1位予想して、2位にアーサルを置いてますね。やりすぎだね、これは。いや、また奢ってんね。ここで最奢りきたね、まあ、ね。1位リバプールに関してですね、うん、勝ち抜く力はずぬけている。まあ、チアゴとジョタも加入するし、そうだね、1位リバプール行くんじゃねえの。まだ大工が怪我してないんですよ。あー、それがでかいのか。そう、大工が怪我してないから、2位にアーサル。これもね、安定感が出てきたの。うんうん、で、そのメンツプラス、うん、パーティーが加わるんだったら、うん、あの、こう、ドタバタに絡まず我関せずに行くんじゃないかというふうに私は言いましたけれども。いやー、ドタバタだったね。いや、これ、この時安定感あったよね。言わして、これは。楽しいかな、あれけど。ねえ、強かった。だけどね。そうなんですよね。こっから怒涛の2ヶ月ですね。ブラックな期間がね。ちょうど入る直前ぐらいだったかな、これかな。で、私はですね、1位から3位が結構もうすんなり決まったらしくて。うん、エバートンは、まあ、いつか落ちる時は来ると。うん、それを考慮してもいいチームなので3位エバートンなんじゃないか。まあやっぱこの頃はみんな、こう言いたくなっちゃうよね。はい、そうへー。どうしてですよ、うん、5位シティ、これですね。これはダメすぎるよ、ちょっと。やりすぎだよ。これはちょっとやってまいりましたね。やってんだわ。はい、理由はですね、はい、神話が崩れるの。よかった、崩れなくて。よかった。はい、で、守備面において、はい、ペップのやりたいサッカーが不透明なんじゃないかと。まあまあ、そして怪我人も続出してて、やりたいサッカーが結果的にできないっていうところで、うんうんうん、この時のシティね、覚えてる人いるかもしれないですけど、はい、ライン下げるのか、うん、上げるのか、ハイプレスするのか、守るのか、攻めるのか、マジで迷ってた時間で、そう、本当に分かったかって、そうそうそう、うん、この辺はね、本当苦しい時期、まあ5位って言われるのも妥当かなっていうぐらいのサッカーしてたんで、そうそう、ただ、でですね、うん、まあ、他にもですね、まあ、ユナイテッド私も8位低いんですよ。やっぱり低いんだ。はい、その上位7は私はね、どうやら神7と呼んでたらしく、神セブンにはかなわない監督交代か、ブルーノ事変のような何かしら事件が起きないときついんじゃないかと言ったんですけれども、結果何もせずとも、そうだね、ほんとしっかり自力で、まあ、確かにもうアーサンとユナイテッド帰りゃね、まあ、神セブンになる、そうですね。で、あとハムが上がりましたよ、私は。12位まで上がりまして。ほうほうほう。まあ、しっかり強かったと。あ、やっぱ強かった。そうそう。これ最初から強かったっけ？でも最初はですね、モイズがいなかったんですよ。あー。モイズいない中で勝ってて、モイズいなきゃ強いと俺は言ってたらしいですね。あー。モイズいても強かった、ね。いても強かった。よかったですね。てな感じでですね、うん、結果的にですね、私はですね、今回、4クラブ、1致でございます。あー、4なんだ、ね。はい。セインツ、ブライトン、バーリー、ウエストブル、ソナイシンがですね、はい、65です。大外ししました、俺。大外ししまして、結果、57ポイントでセカンドラウンドは伊藤の勝利と。いや、これ本当で、あれじゃない、拮抗した勝負じゃない、全体で見ても、うん、第2回改訂版、伊藤さん34ポイントが。これがマックスだね。マックスというか、一番もう、正確、一番正解に近づいた数字だった。ただですね、私の7つ一致。これもすごいよ、ね。これも結構レベル高いんじゃねえのと思うよ、俺は。3分の1当たってんだもん。そう、3分の1の順位当ててますから。ねえ。これもいろいろありますけども、うん、私たちの順位予想は、こんな感じでしたと、はい。どうですか、振り返ってみて。いや、面白かった、面白かった。結構ね、反省が活かせてよかったから、俺は。なあ、そう。そう。伊藤は完全に活かせたね、反省をね。そうそう。着実にね、順位変えて、もう結構合ってるんじゃないか。まあ、誤差はそんなない。そう、あんまりね、あんまりね。まあ、エバートンではっちゃけて。はっちゃけたぐらいで。ぐらいかなって感じなんですけど、私はですね、何をしているんだと。何がそんなずれてんの、お前は。本当にすごいですよ。例えば、ずれてること言うと、2位、アーサル予想だったり、3位、エバートン予想だったり、あと5位、シティ予想。あー、なるほどね。これ、あと8位、グナイテッド予想。この辺が全部グダグダ、あと12位ハム予想とか、この辺がグダったって話なんですけど、私はね、もう本当に開幕前の自分を信じるのがよかったですけれども、うん、ちょっと今回は開幕4節があまりにもカオスで、なんだかんだまともになったじゃないですか。まあね、結果的に丸くなったというか、こんなカオスなシーズン見たことないんじゃないかっていうぐらいだったもんね。そうそうそう、最初の4節、そこに引っ張られたかなという感じがありますが、私は10位予想振り返ってみました、はい、皆さんもですね、ぜひ10位予想結果データ残ってればですね、なんかちょっとポイントとか出してみて、34より下だったら相当すごいですからね、ぜひ俺に勝負できるやつはかかってこいよと、という感じで今回見させていただきました。良ければチャンネル登録お願いします。各種 SNS ゲームチャンネルは概要欄からお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイ、はい。